はい、皆さんこんにちは。ケワイシヒデこと池端秀幸です。コミュニケーションメイクについてお話しさせていただきます。相手の気持ちが分かるように、相手の気持ちに寄り添うようなメイク、相手も心地よく思われるようなメイク、そういうのをお互いがですね、出来合う、そんな、社会にしたいなと思ってるんですね。大きく分けて僕が分かりやすく一般の方にお伝えしたいのが、3つのメイクっていうのを作ったんです。これはもういろんなその印象を大きく分けてですね、本当にナチュラルに、もう本当に何もしていないかのような、でもナチュラルで上品なメイク、これをうららメイクというナチュラルメイク、これが低タイプ、ノータイプでいうと低タイプで触覚型というメイクを考えてます。それから目タイプっていうのはツヤメイク、これ視覚型のメイクなんですが、どちらかというと色物を使って華やかにするようなメイク、それからあまり色を使わない輪メイク、これは耳タイプの方の聴覚型に向けたメイクなんですね。人間関係で大きく分けてみると、やっぱりタイプ別に特徴があるわけですね。その特徴というのは、実は美容に対する考えであったり、そのメイクの仕方、価値観、メイクをする時の感覚、それから相手のメイクを見た時の吉原氏の感覚、これもですね、やっぱりタイプによって皆さん違うわけです。で、そこで僕が気づいたのが、なんでこの人は、もっともっとこんな美しい口紅が似合うのにつけないんだろうと、それをつけた方がすごく華やかになるのにと思ってる人が、例えばうららメイクの考え方、低タイプの方やとした場合に、確かにその方からしたらこの低タイプのメイクが好きだから、もう潜在的にですね、自分はこういうメイクが似合うと思ってるわけですよね。ところが、周りから見たりとか、僕らプロからすると、こういう方でもこの目タイプのメイク、輪タイプのメイク、もうこれ挑戦していただくと、本当にその方が気づいてないようなメイクをすることによって、すごくこの感覚で、もう理屈なしにその感情が揺さぶられていくんですね。今までだったら比較して、あの人いいなって羨ましく思ってる、あの人かっこよくて羨ましい、そんな風に思ってたウララの、低タイプの方も、もうこの2つのメイクをすることによって、実は自分の幅が広がって見方が変わる、これは周りからの見方も変わるということなんですね。うららメイクができる、目タイプの、ツヤメイクができる、輪メイクができるという、この3つがですね、全て大きく印象変化を作ることができると、あとはご自身が、今日は低タイプと目タイプの間の平均値をとって、これぐらいのメイクをしよう、もしくは、低タイプと耳タイプのこの合間のここをとってみようというふうにして、おのおのの組み合わせをしていくと、これ三角形になりますね。今日は耳タイプと低タイプと目タイプって今までやってたとしても、だんだんそれがですね、応用編として今度間を取れるようになってくるんですよ。いわゆるそのバランス感覚は分かってきます。最初は三角形、耳、低、目という三角形のメイクで、今度ここのちょうど中間の部分を逆に取ったら逆三角形できます。そしたら三角形と逆三角形で星になります。なんかスターっていう感じですよね。スターになった気分になりますね。これが自分でこういうメイクをできるということになると、今度幅がどんどん増えてくるんですよ。そしたらここもできて、ここもできていったら、この間を取っていく、こうなると、実はこのメイクの全てにおいて、可能性的に言うと、これ円になるわけですね。人生の中で自分のさじ加減で、今日はどっち向きのメイクをしようかなということを、どん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 自分でですね、膨らましていけれる、そういうのがこの考え方なんです。で、普通のじゃあメイクとどう違うかというと、普通のメイクは誰それさんが作ったこういう感じのもののメイクを真似てみましょうだけでずっとやってるので、その時々、例えば春メイク、こういうトレンドが入りました、こういうメイクやってみましょうということは、もう常にここ関係ないんですね。その誰かが言われたものに対してのメイクを真似るだけなんです。でもこれ練習していると、ここからこれもできて、これもできてっていうと、今までのうららメイクから大変身を遂げることができます。こういうふうなことを、とにかくレッスンをしていきながら、自分の価値観、メイクに対する価値観もそうですけど、周りを見る価値観、これも変わってきますし、耳タイプのメイクの してる方のそういう会話の仕方とか考え方、価値観も、理解できるような、そういうことをお伝えしてるんですけども、本当にまずは表向きの自分の表向きのこの外見を変えることによって、本当にその自分の考えてる価値観、そういうところまでですね、影響を及ぼす
これが実は潜在意識にアプローチするということなんです。毎日毎日の自分の外見を変えてるだけで、実は自分の潜在意識の中では周りに対する見え方が変わってくる。ちょっとこう大げさに言うと心眼が開くっていうんでしょうか。今まで見えなかった価値観が見えてくるとか、今まで気づいていなかったその人の人のメッセージがこう読み解ける、そんな風にちょっと大げさか分かりませんけども、ご自身のメイクがどん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 こう次元上昇するっていう、次元が変わるんですね。今までだったらこういう見方しかできなかったけど、これ円になっていくぐらい、もう本当にどういうところを今日は選んでメイクしようかっていう風になってくると、それこそ人に比較するよりか自分の中で自問自答して、今日はこういうのしよう、ああいうのしようっていうことが自分でできるから楽しいわけですよね。そういうところを、ご自身の力で自分の考えでメイクができる、そういう選択をするメイク術を、皆さんにお伝えしたいんです。だから僕はこうしなさいっても言わなくても、これを学んだらこの3つのメイクがきちっとできるようになれば、これはもうプロが凝縮したメイクのテクニックなんで、それを学んでしまえば、あとは自分でそこを、どういうふうに引き算したり足し算したりするかの楽しい、いわゆるメイクのやり方っていうのを学べるんですね。はい、ぜひこのコミュニケーションメイク、ノータイプ別の潜在意識にアプローチする池端式、メイク術、ぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。潜在意識にアプローチする池端式メイク術、ぜひご体験ください。